CM 業界におけるタレントの個性とプライベートの葛藤に迫る。平野翔と黒島由いの対比から考える。日本の CM 業界は常に時代の変化を敏感に反映してきました。近年、その変化は一層加速し、タレントの起用にも大きな影響を与えています。特に、ジャニーズ事務所を対処したやめジャニと呼ばれるタレントたちの活躍は、 従来の勢力図を塗り替えるほどのインパクトを持っています。その代表格と言えるのが、元キングプリンスの平野章でしょう。2024年5月、平野は、無比、池田も反動シリーズの CM に2年ぶりに復帰。さらに、11日からは神宮寺ゆうた、岸ゆうたと共に、ビアボール、サントリーの新 CM にも登場し、なんでもありだ。 乾杯だという力強いメッセージでお茶の間を熱狂の渦に巻き込みました。平野の CM 起用は企業にとってまさに金の卵をつかむようなもの。彼の持つ圧倒的なカリスマ性と熱狂的なファン層の購買力は他のタレントを凌駕する魅力を秘めています。今年2月に新 CM キャラクターに起用されたサントリー人緑は 早くも昨年の倍以上の売り上げを記録し、平野効果の凄まじさをまざまざと見せつけました。しかし、この輝かしい成功の裏側には、光があれば必ず影があるように、もう一つの物語が進行しています。それは、平野に CM の座を奪われた前任者、たちの苦悩と葛藤です。無非シリーズの前任者、中川大使は、 わずか一年でその座を平野に奪還される形となりました。二人は2018年放送のドラマ、花のち晴れ、花をネクストシーズンでヒロインの杉咲花をめぐって恋がたきを演じた間柄。くしくも、ドラマから6年の時を経て、今度は CM 界で火花を散らすことになったのです。芸能界という厳しい世界で生き残ってきた二人。中川が当時、 平野へのリスペクトを込めて、翔ちゃんには本当に嫉妬した、と語っていたというエピソードは、彼らの間にある静かなるライバル関係を物語っています。一方、ビアボールの前任者、黒島結菜のケースは、中川とは少し様相が異なります。関係者の間では、彼女の交番は自爆と捉えられているようです。黒島は CM キャラクターを務めている最中に、 事実婚と妊娠を発表。企業側からすれば、勝手に妊娠を発表するのはルール違反、と言わざるを得ない状況だったでしょう。サントリーとしても、社運をかけた画期的な新商品の顔となるタレントの突然の降板は、まさに晴天の霹靂だったに違いありません。CM 契約は、企業とタレント双方にとって重要なものです。企業は、 商品イメージに合致し、消費者に訴求力を持つタレントを起用することで、売上増加を目指します。一方、タレントにとっては、CM 出演は知名度向上、イメージアップ、そして高額なギャラ獲得につながる大きなチャンスとなります。しかし、今回の黒島のケースは、CM 契約に伴うリスクを浮き彫りにしました。企業は、 タレントのプライベートな事情によって CM 戦略が大きく左右される可能性があることを改めて認識させられました。タレント側も CM 契約にはプライベートな行動を制限される側面があることを改めて肝に銘じる必要があるでしょう。黒島には要注意という前例が生まれてしまった今、彼女の今後の活動に暗い影を落とすことは避けられないかもしれません。 CM ギャラは高額ですが、その裏には厳しい制約と責任が伴うことを、今回の件は如実に示しています。平野の快進撃と黒島の苦悩、対照的な二人の姿は、私たちに多くの疑問を投げかけます。CM キャラクターの価値とは企業はタレントのプライベートとどのように向き合うべきか やめじゃにという逆境を乗り越えた平野の成功は今後の芸能界にどのような影響を与えるのか花々しい CM 業界の裏側で繰り広げられる光と影の物語。それは私たちに芸能界の光と闇、そして人生の選択について深く考えさせる契機となるのではないでしょうか ?CM は時代の鏡とも言えます。 その時々の社会情勢、流行、価値観を反映し、常に変化し続けています。平野の活躍は、新しい時代の到来を象徴しているのかもしれません。しかし、黒島のケースは、CM 業界の厳しい現実を突きつけ、私たちに複雑な思いを抱かせます。今後も、CM 業界は、社会の変化とともに進化していくことでしょう。 その中でタレントと企業は互いにリスクと責任を理解し、より良い関係を築いていくことが求められます。私たち視聴者も CM の裏側に隠された物語に目を向け、多角的な視点を持つことが大切なのではないでしょうか。黒島の件は一見タレント側の自己責任にも思えるかもしれません。しかし視点を変えてみると、 企業側にも問題があったのではないでしょうか。妊娠、出産は女性にとって人生の大きな転換期であり、デリケートな問題です。企業はタレントとの契約において、そういったライフイベントの可能性を考慮し、柔軟に対応できるような契約条項を設けるべきだったのかもしれません。近年、多様性や個性を尊重する社会へと変化していく中で、 企業も従来の価値観にとらわれない、より柔軟な姿勢が求められています。確一的なイメージを押し付けるのではなく、タレント一人一人の個性を尊重し、多様なライフスタイルを許容するような契約を結ぶことが、これからの時代に必要とされるのではないでしょうか。平野の躍進は、ジャニーズ事務所という巨大な組織を飛び出し、自らの力で道を切り開いていく、 新しい時代のタレント像を示しているとも言えます。一方で、黒島のケースは、従来の芸能界のシステムが抱える問題点を浮き彫りにしました。今後、芸能界は、さらに大きな変革期を迎えるでしょう。従来の権力構造や慣習が崩れ、多様な才能が活躍できる、より開かれた世界へと変化していくことが期待されます。その中で、 タレントと企業は互いに尊重し合い、協力し合うことで、新しいエンターテインメントを生み出していくことができるのではないでしょうか。私たちは CM という短い時間の中に、時代の変化、社会の光と影、そして人間の喜びと悲しみを垣間見ることができます。CM は単なる広告ではなく、私たちの人生を映し出す鏡なのかもしれません。 平野の成功は、ジャニーズ事務所という巨大な後ろ盾なしに活躍できることを証明し、やめじゃにたちの希望の光となっています。彼の活躍は、他のやめじゃにたちにも勇気を与え、新たな道に挑戦する可能性を広げています。芸能事務所のあり方、タレントと事務所の関係性も、時代の流れとともに変化していく必要があるのかもしれません。 一方、黒島のケースは、女性タレントが抱える難しい問題を浮き彫りにしました。結婚、妊娠、出産といったライフイベントは、女性にとってキャリアを左右する大きな岐路となります。企業側が、そういった女性特有の事情に対して、より深く理解し、柔軟に対応していくことが求められます。多様性と個性を尊重する社会において、 企業は従来の枠にとらわれず、新しい価値観を取り入れていく必要があります。女性タレントの活躍を支援することは、企業のイメージ向上にもつながるだけでなく、社会全体の進化にも貢献することになるでしょう。CM は、時代の流れを映し出す鏡です。平野の躍進は、新しい時代の到来を告げ、黒島のケースは、 私たちに社会の課題を突きつけました。CM を通して私たちは変わりゆく時代の中で自分たちがどのように生きていくべきかを考えるきっかけを得ることができるのではないでしょうか。